ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのきよらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。堀です。前回のですね、放送の収録、前回の収録の時に、私、実は39度7分ぐらいの熱がある中収録してたんですよ。放送聞いたらあんまりこう熱感はもう分からなかったんですけど、新型インフルエンザ A 型に絶賛なっておりまして、昨日やっと回復しました、よかったね。いやもうニュージーランド行けないかと思って、もうコロナギリギリだったね。マジギリだった。まあコロナになってたとしても1週間前なんで、あのギリ行けてたんですけど、まあ、インフルエンザ A 型ってことで、日本はコロナの次にインフルが流行り出してるんですよね。のりかどう、体調は？いいです。いいですか？ワクチン打ってる？打ってインフルの。打ってない。私もインフルエンザの予防注射打ってなかったんで、なったんかわからないんですけど、まあインフル出ました。だから社長を困らせたのかもしれないです。なんか返信ちょっとなんか機嫌悪いかったみたいな言われて、すいません。もう元気。はい。じゃあ今週も元気にやっていきたいと思います。はい。今週のニュースお願いします。はい。私の今週のニュースは、自転車のヘルメット着用来年4月から努力義務に罰則はなしっていうニュースです。2023年の4月から自転車に乗る人全員にヘルメット着用の努力義務が課されることになりましたということです。2008年から13歳未満が乗るときにはヘルメット着用が努力義務になっていたんですけど、今回は対象を全員に拡大したそうです。自転車乗用中の事故で亡くなった人の6割が頭部に致命傷を負ってるということで、頭部を守って死亡事故を減らすということで、ヘルメットかぶりましょうとなったっていうニュースでした。なるほどね。でもヘルメットかぶってる人見たことなくない？なんだ？高校生の時チャリ通してる友達が、ヘルメットかぶらないでずっと登校してたんですけど、事故ってヘルメットかぶってたから、なんか一命を取り留めたじゃないけど、危ない、なくてよかったみたいな話聞いて、大事なんだなって思ってたから。へー、大事なんだやっぱ。でも高校の時ヘルメットしなきゃダメだった？いや、全然しなくて、いや中学生はしなきゃダメだった。でもイヤホンしちゃダメだった。まあそれはね。それってさ、国道交通ルールみたいなの決まってんの？イヤホンって決まって、なんか場所によって片耳だったらセーフみたいなところとかもあるらしいけど、よくわかんない。なんか警察になんか止められてて、いつも高校生めっちゃよくイヤホンしてて、でもなんか罰金とかじゃなくて注意しかされてなかったから、なるほどね。ヘルメット、ちょっとダサいよね。でも言ってらんダサいとか、でも高校生とかさ、かぶってる子はちょっと変わってるみたいな感じじゃなかったでしょ？白ヘルでしょ？白いヘルメット、白じゃないけど、もうあの選手みたいな。あ、そういうのは別になんかあんま、逆にかっこよがられてたけど、あの白ヘル、でもチャリ通とか普通のママチャリでもかぶりましょうっていうことになってんの、これから。そう。かおりちゃんも乗れないっす。お願いします。いや分かってて言ったよ今、絶対。練習するときは。じゃあ、まあでも本当に危ない、危ないよね。だってあの車とかだったらさ、全部守られてるけど、バイク、自転車ってもうもろだから体が出てて、だよね。しかもさ、電動自転車ってさ、普通にバイクと同じぐらい本気出せばさ速い。さすがにさ、電動自転車つけた方がいいなって思ってた。確かにスピード出るから。
ママチャリとかもなんか今にもパンクしそうなぐらいのスピードですみたいなやつだった。いや、ママチャリとかセグウェイとかさ、そういう速い系って絶対いるよな、みたいな。以上です。はい、ありがとうございます。はい。私の今週のニュースは、世界の人気旅行地期待外れランキングが発表、1位はディズニーランドもあるあの都市へっていうニュースです。国内ですか？いやいや、世界中のランキングが出たんだって。ええー。期待外れランキングね。読みます。映画や絵はがきで見ていた憧れの都市、だが実際に訪れてみたらそうでもなかったと感じることはないでしょうか。パリへの期待を膨らませすぎて現実では失望を覚えてしまう。そんな現象はパリ症候群と名付けられています。旅行者の多い世界の100都市を対象に82万6000件以上のトリップアドバイザーが口コミを分析した。パリ症候群にかかりやすい期待外れの都市が発表されましたっていうニュースです。1位から10位まで出てるんですけど、それを発表したいと思います。まず1位、あ、1位からちょっとつまんないか。10位から言います。10位、北京、9.01%。9位、これなんて読むんだ？中国語でわかんないんですけど。深いっていう字に、のりこ中国語わかるよね。深いっていう字に、土辺に川でなんて読む？深セン？深センかな。が9.05%。8位、ベトナムのハロン9.15%。7位、ベトナムのダナン。6位、南アフリカ、ヨハネスブルク。5位、中国のケイリン。4位、インドネシアのデンパサール。3位、タイのパタヤ。2位、インドネシアのジャカルタ。1位がアメリカのオーランドです。で、この、あれです。ディズニーランドがあるんですよね。ウォルト・ディズニー・ワールドがある場所なんですけど、2022年に入場料が値上げされており、トリップアドバイザーの口コミにはそのことを触れる内容が多かったり、詐欺やぼったくり、コスパの悪さの影響もあると言われています。という結果でした。どうですか？意外とさ、なんていうの、定番ではないところなんだね。定番のとこ、や、あの、なんていうの、ヨーロッパとかさ、パそういうリ、とこはやっぱ、パリ症候群なのにパリは入ってないんだ。パリへの期待を膨らませすぎて失望した名前がパリ症候群だけど、パリは入ってないっていう。でね、これ逆に、これも余談なんですけど、2022年期待を上回る年トップ10っていうのも同時に発表されてるんですけど、これね、すごいよ。ニュージーランドランクインしてるんですよ。へえ、楽しみ。まず、10位がオーストラリアのシドニー。で、9位がニュージーランドのオークランド。8位がフランスのニース。7位がメキシコのメキシコシティ。6位がポルトガルのリスボン。5位がペルーのリマ。4位がアイルランドのダブリン。3位がスイスのチューリッヒ。2位がベルギーのブリュッセル。で、1位がハンガリーのブダペスト。96.17%。なので、オークランド、9位、95.45%っていう。いやー、すごいですね。今から行く。楽しみだね。じゃあ。え、あのさ、がっかりしたとこある？自分が、海外じゃなくてもいいけど、まあ、観光都市っていうか、こんなもんみたいな。それこそ、パリ症候群になったような場所ある？自分で。別にないかも。ない？私あるんですよ。シンガポールの、マーライオン見に行った時にもうめちゃめちゃがっかりして、これってでも私だけじゃなくて結構有名な話らしくて、パリ症候群。シンガポールのマーライオンってめっちゃなんかこう、絵はがきとか、ネットとかですんごいなんかこう、広大に口からバーって水出してるような感じで、こう植え付けられてるんですけど、行ったらもうちょろちょろなんですよ。ちょろちょろはちょっと思った。
って思ったけど、もうさすがにあんな、みたいな感じだった。へぇ。いや、森やん、これ、と思って。大変。結構ちっちゃくて、うん、水の量も全然少なかったんで、なんか実際に本当にこういうバリ症候群って身をもって体験したんで、1位はアメリカのオーランドなんだって思って、ちょっとまたさらにがっかりしたっていうのもあります。うん、まあ、でもそれ以上にニュージーランドがこう期待を上回る都市ランキングに入ってたので、うん、これはマイゼロっていうことで。うん楽しみですね。はい。はい、っていうニュースでした。はい。はい、今週のトークテーマは、ニュージーランド直前スペシャルっていう裏テーマで今週はやっていきたいと思います。いきましょう。はい。今日収録しているのが12月の20日なんですけど、3日後私たちは日本を経ちます。やばいね。はい。もうついにですよ、3日後に私たちは成田空港に向かって、うん、ボーイング何機か忘れましたけど、それに行きますから、うん、しかもクリスマスイーブに着くのでもうやばい、超楽しみということで、そのニュージーランド直前スペシャルということで、今までトークテーマで話してきた都市の行きたかったところを全部集約して、その中でも最も一番楽しみなのは何ですかっていうのを最後にお伝えして、ニュージーランドに立とうっていうテーマです。はい、はい、じゃあニュージーランドで本当に楽しみなこと3つお願いします。はい、いきます。第3位、はい、乗馬。おお、なるほどね。はい。第2位、ラフティング。ラフティング。うん。第1位、海です。海か。なるほどね。うん、海は何？泳ぐってこと？泳ぐ。見るもそうだけど、海に行きたい。なるほどね。じゃあ、私も行きます。じゃあもう2人一気に言っちゃった方が多分話しやすいから、私行きます。はい。1位。あ、1位じゃないわ。急にいいの。じゃあ3位、ケリー・タールトン水族館に行くこと。2位、レッドウッズツリーウォークに行くこと。1位、ジップラインです。わあ。これマジで迷った。なんか他にもあったんだけど、うん、バンジーと気球が。うんうんうん。だけど、うん、あ、でもね、ちょっと、本当は、言ってないんですけど、裏ランキングもう一個言っていい？うん。これ、メタケーブっていう、アメリカじゃないわ。映画の会社の見に行けるところがあるんですよ。前、のりかに言ったかもしれないけど。うん。ホビットとか、映画の制作会社の見学。メタケーブ。これもね、心の裏側でちょっと楽しみなんですよ。言ってなかったんで、放送で。あれ、言ってなかったっけ？言ってないよ。言ってない。ホビットじゃない、それ。違う？ガホリが、言ってないか。LINE で教えてくれたやつでしょ？そう。放送で言ってなくない？言った？言ってないっけ？わかんない。放送で言ってないかなと思って、なんか言うのやめようと思ったんだけど、うん、でもね、結構これが楽しみなんだよね。でも、まあまあまあ、今言った3つですよ。ジップライン、キリタールトン、ズーレット、ツリーオーク。ジップライン、マジ楽しみなんだけど。うん。ジップラインあったね、そういえば。そうだよ。そうだ。入れてあるよね、でも。私があげたこのしおりの中には。入れてない。どっかの場所と一緒になってるんじゃないの？ロトルアで行きたいところで、キャノピーツアーズ、カッコジップライン、ノリカホイッチって書いてある。ああ、ほんとだ。いやー、ノリカあんたなんだったっけ？あ、乗馬。乗馬。マジしたい。うん。ちなみに、クイーンズタウンって書いてあるけど。乗馬。まあ、どこでもいいよね、言うて。どこでもいい。私も、まあ、もともとこういう、なんていうんですか、旅行関係のお仕事っていうか、旅行大好きなんで、準備するの大好きなんですよ。なんで、しおり作ってノリカに渡したんですけど、この仕様の中の項目がもう、うん、
これ1個ずつ番号振ってるからだから多分40個はないか。何個ぐらいあるんだこれ。20個、30個あるよね。うん。どれまで叶えられるかな。ね。どこまでいけんだろうね。でもまあ20日間ありますから。うん。このさ、今まあ言ったやつが一番楽しみだけど、博物館系も楽しみなんだよね。うん。あとなんだっけ、のりか。乗馬？ラフティング。あ、ラフティング、あれでしょ、乾く、落差7メートル？うん。それは、あれ？バトルは？だよね。うん。カイトゥナリバーですね。うん。え、どうする？あの、ボートから落っこったら。それはそれでいいよ。あれさ、割とさ、あの、シートベルトとかないよね。うん、ないよね。もう楽しみだなね。川下りか。でもなんか、こんだけさ、何回、自分でしおりしっかり作っといても、うん、いつだっけ、何日目だっけとか全然頭に入ってない。うん。最初の3日間ぐらいしかなんかこう、しっかり頭に入ってないんですけど。いや、もうすぐですよ。ね。こんな風に。あんま実感ない。そうそうそう。こんな風に、あの、言っときながらも、3つとかね、全部楽しみなんですけど。うん。実感が本当にない。なんかこう、行くっていうのは分かってるんですけど。うん。いや、でもね、これ、飛行機に乗った瞬間からもう来るから。てか、あの、保安検査場を抜けた瞬間からもう行くんだってなりますよ、絶対。香織の1位飛行機かと思った。あー、いや、それは言っていいなら全然入れるよ。私絶対寝ないから言っとくけど、10時間。いや、私は寝るよ。ずっと窓見てるから。マジでもったいない。ノリカが寝たらじゃあ席変わってもらうから、もし最初にノリが窓側の席行って、うん。で、もう寝るってなったら、もう席変わって、うん、ずーっと窓。わかった。あの、保安検査場を抜けて、なんか、あの、あれ、保安検査場が楽しくない？もうなんか、飛行機乗っちゃったら、ちょっと楽しさ半減するんよ。もう、しまったみたいになって。何？まあ、荷物預けます。大きい荷物預けます。うん。あの、保安検査場行きます。チェック受けます。で、ああ、もうこれで乗るんだってなって、その後に、こう、うん、まあ、免税店とか見るじゃないですか。で、うん、くらいあそこで待って、はい、じゃあ、搭乗始まりましたってなった時の、あの、搭乗の飛行機から、何？こう、チェックインのカウンターまでの連結されてるあそこの廊下を撮るのが一番楽しいんですよ。ああ。あります？もうそこが、もうマックス、クライマックスというか、もう、ワクワクの、こう、一番の最高潮の時間があそこ。うん、あのまだ日本じゃん、全然。そうなんだけど、で、何？係っていうか、キャビンアテンダントの人に自分の搭乗機を見せて、自分の席がどっち側のサイドかっていうのを説明されるときがちょっとなんか下がる、また。早っ。で、ね、まあ、席がついて座ったら、またそこから始まるんです。あの、エンジンの、音を聞くと、やばい、もう行くんだってなるんだよ。バーンって。で、パイロットの人が、こう、もう、何？ガソリン満タンだからいつでも行けるで、みたいなアナウンスを CA の人にするじゃないですか。うん、CA の人が、あ、OK、みたいになって、じゃあもうそろそろみんな乗ったんでドア閉めるで、みたいな、そのアナウンスがまたこう、かきたてるんですよ。多分めっちゃうるさいと思うよ。あの飛行機乗るとき、私。もう。やだ。力全部説明するから。もうあの、アナウンスの、あの、さ、飛行機のパーンとかピンポーンみたいなの、音の違いまで分かるようになったんですよ、最近。もうめっちゃ好きです、飛行機。もうここまで来たら入れろよって思うかもしれないですけど、あの、うん、楽しみランキングに。まあ、そこは入れないんですけど。飛行機めっちゃ楽しみですっていう。飛行機あんま好きじゃない？乗りか。なんかさ、いるじゃん、うん、移動手段っていうかさ、ずっとあんな狭いところに何時間もずっといるの嫌だみたいな人。
別に好きとか嫌いとかいう感情ない。電車乗るのと同じ。やばい、それは。だって20万も払ってんだよ。いや、もうワクワクでしょ。逆にワクワクかめっちゃ嫌いかのどっちかにみんなわかるんですよ。私の、海外に行ってる大学の子とか、帰省する子とか、めっちゃ飛行機嫌だって言ってる子いるんですよ。もう、あんな狭いスペースに何十時間も乗って、で、足も伸ばせないで、で、隣の人がなんか、ちょっとでもなんか、いびきとかうるさいともう死にたくなるみたいな。私はもう逆にめっちゃ飛行機好きなんですよね。皆さんどうですか？飛行機利用される方。もうここまでこうなんか熱入って言う人いないと思いますけど。飛行機めっちゃ楽しみです。もう多分めっちゃ誰かに、じゃあもう嫌がられるのはうるさいって思われる。こっちは電車のテンションだからね。なんでマジで？めっちゃ興奮するんだけど。だって飛行機さ、前言わなかったっけ？もう飛行機見に行くためだけにさ、空港行って卒論書くとか言わなかったっけ？もうそんぐらい飛行機好きなんですよ。だから、まあうるさかったら同じテンションになって。いやでもね、気持ちいいから、もう楽しい、これめっちゃ、わっていう気持ちになればね、めっちゃ楽しくなってくるから。一回。無理やりでも、もう楽しいって、なんか、飛行機めっちゃ好きってなったらめっちゃ楽しくなるから。一回、わかった。電車のテンションじゃなくて、なんかディズニーのアトラクション乗るっていう気持ちで一回乗ってみて。当日当日。もうそれもアトラクションだと思って。だって、もうなんせこんな高いお金払ってんだから、もう電車の200いくらの横浜相鉄線くらいにしちゃダメね。もうそれも、ディズニーのアトラクションだってお金払ってるから楽しいでしょ？それと一緒。もう一回飛行機も楽しんで乗ってみて。もうそうすると、100倍変わるから。もうそっから、もう旅が変わる。その楽しみ。もうそれがね、醍醐味なんですよ。海外旅行で。ただ、もっと長い飛行機に乗るっていうのはもうなおさら。もうこれはもう、お願い。お願い。いや、マジで、劇的にテンション変わるから、本当に。超楽しくなるよ。その気持ち次第で。ずっとアトラクション乗れてるみたいなもんや。もうだって、ビッグサンダーマウンテン10時間乗れてみ、超最高じゃない？そうかな。最高の公共交通機関の中で最高のアトラクションが飛行機って思って、乗ってみて。わかった。以上です。もうこんだけもう飛行機大好きなの、ちょっと皆さんにうざがられるかもしれないんで、もう飛行機の話はやめますけど。まあ、めっちゃ楽しみっていう話ですよ。あんまないけど、飛行機に乗るってのりかがこう、なんか思い出させてくれたら、なんか一気に楽しくなってきて、もう明日寝れ、落ち着かないと。はい。ということで、半分ぐらいこう飛行機の熱弁にちょっと私の入っちゃったんですけど、まあ、はい。この3つ挙げた以上にももっといっぱい楽しいことをニュージーランドではやると思うので、もうめちゃめちゃ楽しみということで、はい。楽しみたいと思います。はい。じゃあ次のコーナー行きましょはい。う。次のコーナー行きたいと思います。ニューはい。はい。ジーランドピックアップのコーナーです。行きます。はい。じゃあ今週のワンピック、のりかさんお願いします。はい。私のピックアップは、はい。ワーホリ&移住者必見、ニュージーランドに持っていくべきもの、厳選5品です。まあ、私たちは別にワーホリでも移住でもないんですけど、まあ、なんかヒントがあるかなと思って、このピックアップをしました。なるほど。1個目、歯ブラシです。まあ、外国の歯ブラシは大きいらしいので、日本人の口に合う歯ブラシをまとめ買いして持っていくのがいいそうです。2個目、タオルと布巾。ニュージーランドのタオルは吸水性がいまいち、厚手で乾きにくい、サイズが大きすぎるみたいで、日本のカラーも豊富で薄手のタオルっていうのは結構何にでも使えて優秀らしい。3つ目はハンガー。ハンガーにかけて洗濯物を干す文化がないらしくて、
ハンガー、あんまりいいハンガーがないらしいので、クリーニングのハンガーとか、ステンレスの軽いハンガーとか、いろんな種類持ってったら便利だそうです。4つ目は靴です。アウトドアの靴は種類が豊富でいっぱいあるんですけど、子供用の運動靴とか、パンプスは選択肢が限られていて、しかも高いみたいです。特に子供の靴はすぐにサイズアウトしてしまうので、日本で0.5から1センチ刻みで何種類か買ってから行くといいらしいです。最後5個目は常備薬です。海外の薬は日本人に少し強いものもあるので、気に入ってる薬があれば多めに持って行った方がいいみたいです。以上です。なるほど。それ、自分もピックするか迷ったけどやんなくてよかった。ね、かぶりそうかなと思ったけど。なるほどね。歯ブラシあ、ね。うん。歯ブラシマジでわかる。なんか、何？すごいでかいよね。海外の方。らしいね。歯ブラシ。関係あるのは、まあ、歯ブラシと薬かな。そうね、そうだと思う。うん。確かに歯ブラシマジで、もう親指の第一関節ぐらいあるよ、海外の。ええ。歯で売ってる歯ブラシと一緒かな、イメージ的には。消しゴムぐらいある、歯の夫が。超でええ。かい。だからもう血だらけになる。一回。でかくて。まあ、歯茎の上の方まで行っちゃうから。確かにそれ。うん。この作者、執筆者の人は馬よみたいなこと書いてあった。確かに、そんぐらいのレベルででかい、本当に。多分、ニュージーランドに限らずだと思うけど、どこの国も、日本だけだと思うな、ちっちゃいの。確かに。あと、硬いしね、毛が。ああ、日本ってさ、柔柔ららかめが好きな人とかね。あるじゃん、ちゃんと日本ってなんか種類が。うん。柔らかいのとか硬いのとか。もう、海外でも硬いデッキブラシ一択みたいな。デッキブラシやばいね。そうだよ、マジ硬いし痛いし。だからよくこんなんで歯磨けてんなと思ってたもん、海だから白いんじゃない？歯が削れて。外。強い歯磨き粉と、もうデッキブラシで歯磨いてるから。いや、怒られそうだな。アンチじゃないけど。でも本当に日本人からしたら、いや、マジで口の中デッキブラシで磨いてみたいになります。これは確かに言った方がいいと思いますね。はい。ありがとうございます。じゃあ、私の今週のピックアップは、お土産はスーパーマーケットや薬局でお得に購入っていう、トピックです。これはですね、まあ、スーパーマーケットと、あとドラッグストアで買えるお土産をピックアップされてるんですけど、見て、今週は話したいと思います。これ結構ね、人気なトピックで、1152クリックされてるんですけど、スーパーマーケット編では、まず1個目、フラットホワイトは、なんていうんだ、粉末タイプの、こう、すぐ入れて飲めるやつが、であるんですけど、なんか一個のブランド、アバランチっていうブランドなのかな、が結構有名で、この執筆者の人は、お土産のつもりで買ってるんですけど、ついつい自分用も購入しちゃうっていうぐらい美味しいそうです。二つ目がエコストアの、石鹸です。まあ、これはね、日本でも結構有名で、普通に売ってると思うんですけど、日本は結構高めなので、ニュージーランド行ってスーパーで買うといいかもしれませんねって言われてます。次、薬局編だと、美容品。薬局では日本でも大人気のトリオロジーなど、
美容品をチェックします。ニュージーランド発のオーガニックブランドが豊富に販売されていて、割引だけではなく2個購入したら3個目無料などの、ディスカウントなどもあるそうです。で、2つ目がエコ先進国のニュージーランドならではのシャンプーバー。これは石鹸タイプの、ポンプ式じゃなくて石鹸タイプのシャンプーですね。これもなんか多分見たことあると思うんですけど、それが薬局ではいっぱい種類があって結構安く買えるみたいです。で、3つ目がエコバッグ。まさか薬局では購入したとは思えないぐらい可愛いデザインがたくさんあります。その国の土地や、その国や土地ならではのお土産を旅行の雰囲気でお裾分けできるアイテムで、悩みがちなお土産選びも旅行の楽しみの一つとしてくださいねっていうふうに言われてます。ということで、スーパーマーケットにはフラットホワイトとかエコストアの石鹸、薬局だったら、こう、オーガニックブランドの美容品とか、シャンプー、あとエコバッグっていうのがおすすめだそうです。いいね、確かに。なんか意外と、もう私も海外行くときに、お土産屋さんとかでも、まあもちろんちょっと買ったりするんですけど、あんまりそういうとこで買わずに、スーパーとか薬局で買うことが多いんですよね、安いし。うん。だから意外とそういうスーパーとか薬局っておすすめっていうか、目の、なんていうの、穴場かもしれないですよね。うん。なんか日本でいうドンキみたいなのがニュージーランドにはあるかどうかわからないですけど、お土産屋さんで全部買うよりもそういうところをうまく活用したら楽しいかもしれませんっていう、ね、うん、トピックでした。はい。はい、ということでね、今週も3テーマに分けてやっていきましたけど、冒頭でも言いましたが、もうこれで最後です、日本での放送は。うわ、やばいね。はい、日本にもう次帰ってきて収録するときは2023年明けましておめでとうございますになってるので、うん。もう日本での収録は最後になりますか。はい。でもあれだよね、ニュージーランド行って1回収録あるんだよね。うん。年内は。なので、うん、その時は、次会う時は皆さんニュージーランドで収録しているということになります。そうだね。わあ、めっちゃ楽しみ。ね。ああ、どうしよう。あれよ。もうなんかパッキングとかもね、ぼちぼちやらなきゃいけないんですけど。うん。まだ全然終わってなくて。それが楽しい、でも。わかる。でもさ、まだ使いたいものあるよね。まだ3日あるってなるとさ、確かに。アイロンとかね。うん。まあ確かに。まあそれも込みで楽しいですよね。うん。いやー、3日後です、皆さん。ニュージーランドにいる方、ぜひお手柔らかにお願いします。お願いします。取り組みいたしますので、皆さん、はい、もう助けていただいて、いい20日間にしたいと思いますので。うん。まあ、それまでは元気に健康に気をつけて23日の飛行機で飛びたいと思います。はいはい、じゃあニュージー大好きのかほりとのりかでした。またニュージーランドで会いましょう。ありがとうございました。ニュージー大好き。